ロシア軍、クラスター弾で暴飲攻撃か。国際人権団体が調査、ウクライナ侵攻。国際人権団体ヒューマンライツウォッチ、HRW は25日、ウクライナ東部ドネツク州の政府支配下にある町の暴飲付近をロシア軍がクラスター弾搭載の弾道ミサイルで攻撃したとする調査結果を明らかにした。この攻撃で民間人4人が死亡、医療従事者6人を含む10人が負傷し、暴飲にも被害が出たという。HRW によると、攻撃があったのは24日。HRW が暴飲の医師らから聞き取りを行い、暴飲スタッフから提供を受けた写真などを検証したところ、ロシア軍が使用したのは QN-123 クラスター弾を弾頭に搭載したトーチカ弾道ミサイルと見られることが判明した。クラスター弾は多数の小弾を広範囲に撒き散らす殺傷力の高い爆弾。HRW は、ロシア軍はクラスター弾の使用を中止し、無差別に殺傷する兵器を用いた違法な攻撃をやめるべきだ、と訴えた。クラスター爆弾とは、容器となる大型の弾体の中に複数の小弾を搭載した爆弾である。クラスター弾、収束爆弾とも呼ばれ、昔は親子爆弾とも呼ばれた。また、クラスター弾の小弾は、そもそも性能が低く不発弾となる確率が極めて高いため、文民にも被害を与えていることから、人道上の問題が指摘され続けてきた。